睡眠不足の影響は何歳まで残るのか。精神科医カバサーショーのカバチャンネル、今日は京都嵯峨野からお届けしています。今日は質問いただきました。ゆきなりさん、31歳、男性。現在31歳です。大学時代睡眠時間 3,4 時間くらいで生活していました。この時の脳への悪影響は今後ずっと残るのでしょうか。今仕事をしていますが、作業中に上の空になったり、とっさの対応がうまくできなかったりして苦しい日々を送っています。20代ぐらいの時に徹夜したりですね、あるいはその仕事が忙しくて徹夜したり、あるいは朝まで酒を飲んで徹夜したりとか、かなり無茶な生活をしている人っていうのは世の中結構多いんじゃないかなというふうに思います。脳や体に対して少なからず悪影響を与えているということは、カバチャンネルの過去の動画をご覧になっている方は分かると思いますけど、そういった脳や体に対するダメージというものを将来取り除くことができるのか、あるいはそういったものが何年先にどういうふうにして現れるのかみたいなね、ことが心配である人も多いと思いますけども、結論から言うとですね、今から健康な生活をするしかないということです。今からきちんと7時間以上の睡眠をとって、週150分以上の運動をして、朝散歩をして、体にいい生活習慣をこれから積み上げていくしかないということですね。それによってどれだけリカバーできるかっていうことは分かりません。それはなぜかというと、睡眠のダメージっていうのはすぐ起きるものではないからです。20代の時に3時間睡眠とか徹夜をですね、月に 4,5 日やったからって言ってですね、いきなりね心筋梗塞で死ぬ人はいないです。30代超えて40歳ぐらいになってくると、今までのダメージっていうのがどんどん重なって、一気に脳卒中であるとか心筋梗塞とか、くも膜下出血とか、あるいはがんの発病とかが40代ぐらいの後半から50歳ぐらいにかけてどんどんリスクが上がってくるという形なんですね。逆に言うと、生活習慣に悪い睡眠不足、運動不足、あるいは食べ過ぎとかの不摂生、あるいはタバコの影響、そういったものっていうのは10年20年後のツケとして現れてくるので、どのぐらいダメージになってるかっていうと分からないです。それは20年後とか30年後の話だからね。なので厳密に医学的に見ると、どのぐらいそういうダメージが蓄積されてるのかっていうのは分からないっていうのが正しいです。だけど、ただこういうデータがあります。テロメアってやつですね。テロメアっていうのは命の回数圏というふうに言われてまして、人間の細胞っていうのは分裂できる回数っていうのが決まってると、遺伝子っていうのが転写っていうのがあって、何回転写するのかっていうのが決まってると、1回転写することにテロメアが1個ずつ減っていくわけですね。そうなってきた時に、睡眠不足の人のテロメアっていうのはですね、ものすごく短くなってるということが言われています。逆にきっちり睡眠をとってる人っていうのは、普通の人よりも平均よりもテロメアが長くなってるというふうに言われています。さらに嬉しいことには、途中から生活習慣を変えても短かった人のテロメアがちゃんと長くなったり、あるいは運動ですね、運動なんかをしっかり行うことによって短かった人が長くなるということも確認されております。逆に言うと、徹夜とか健康に悪い生活習慣をするとテロメアがどんどん短くなっていくんですけど、あるところから気づいてきちんと不摂生をしないで非常に体にいい生活習慣をするようにしていくと、テロメアは長くなっていくということです。どこまで長くなるかっていうのはあれですけど、平均以上になるかもしれないです。少なくとも今よりは長くなる可能性があるわけです。なので、若い頃に不摂生をしてしまったと思ったらですね、今から睡眠、運動、朝散歩といった体に良い生活習慣、食生活もですね、肥満にならないような、偏った栄養を取らないようなバランスの良い食生活というのを今からやっていくということによってですね、そういう若い頃の無茶やダメージというものをある程度取り戻すことはできますけども、どこまで取り戻せるのかということは10年後20年後の影響なので、それはもう科学的にも証明することは不可能ですね。今病気になったのが20年前の睡眠不足が原因なのかどうかなんてことは調べようもないですし、証明のしようもないですね。ただ言えることは、睡眠不足もそうだけど、3日間徹夜やるだけで何百個もの健康に悪い遺伝子を発現させるという、オンにするというね、そういう研究も出ていますので、徹夜とか睡眠不足っていうのはものすごく健康に悪いですね。だからその影響っていうのは体に間違いなく残っているし、そういう悪い遺伝子が一旦オンになった場合、それをオフにすることも可能なんですけども、それはですね、1週間2週間健康にいいことしてもオフにならなくて、やっぱり何ヶ月間っていういい生活習慣をきちんとしていくしかないわけです。まとめますと、若い頃の不摂生というものは後々非常に体や脳に対して大きな影響を与え続ける、ものすごく健康によろしくない。ただそれというものは、今からの健康に良い生活習慣によってある程度取り戻すことはできるという形になってまいりますので、ある程度取り戻すように一生懸命今から頑張るしかないということなので、トゥードゥーとしては実に明快ですね。7時間以上睡眠をとって、週150分以上運動をとって、きちんと毎朝散歩してください、食事もバランスの良い食事をとってください、タバコをやめてください、飲酒もほどほどにしてください、とそういう健康に良い生活習慣をしっかりとやることによってですね、体のダメージをある程度リカバーするように頑張っていくしかないですね。喫煙なんかも3年間禁煙すると、がんの発病率っていうのはものすごく下がっていくんですよ。正常と同じまでに下がらないですけども、
ども、少なくとも禁煙することによってそういう健康な状態に戻るっていうことはある程度証明されてるんですね。ですから喫煙もそうですし、他のその他の健康に悪い生活習慣っていうのも今からね改めることによってかなりのところまでリカバリーできるということが分かるので、リカバリーするように頑張るしかないと思いますよ。精神科医カバサーシオンのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。